彩りきれいな卵焼きを作ります。卵2個、白だし小さじ2、砂糖大さじ1、にら4分の1束、カニカマ1本、30回程度ブンブン引っ張ります。熱したフライパンに油を引き、生地を3分の1ずつ入れて巻いていきます。巻き終われば完成です。